はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、AWS 技術サポートの安弘と言います。こちら今アイルランドのダブリンのオフィスより、動画を撮影しております。はい、AWS ヨーロッパっていう風の拠点になるんですけど、正確には Amazon Web Service EMEA SAR という法人で我々普段業務をしています。で本日ねこのお二人のりょうさんとさきさんをお招きしてちょっとお二人にお話、伺う形でそのこちらでの働き方とかあとはその生活とかについて、情報提供できたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとお二人自己紹介してもらっても大丈夫ですかね。はい。じゃあまずりょうさんからお願いします。はい、自分の名前はりょうと申します。自分は2022年の、新卒として、ダブリン拠点に入社いたしました。で、現在はネットワーキング担当の、クラウドサポートエンジニアとして働いております。はい、2020もうこちらに来てどれぐらいになるんですかね。そうですね、2022年の4月に、ダブリンに来たので1年半程度、今ダブリンにいる形になります。そうなんですね。ありがとうございます。じゃあさきさんもお願いしていいですか。はい、私はりょうさんの1年後輩になります。2023年の4月に入社いたしました。さきと申します。よろしくお願いします。私の自己紹介全くしてなかったんですが、はい、私安弘と言います。2018年かな多分。AWS に中途採用としてこちら入りました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。お二人どうしましょうかね、ちょっとお二人のお話から聞きたいなって思うんですけど、お二人新卒で、AWS もそれもダブリンの拠点に来たと結構思い切った選択をしたなっていう人も多いと思うんですよね。いきなり海外で働き始める、それも新卒のね一番最初のキャリアで働き始めるっていうのは、どういう経緯でこっち来たのかっていうのと、なんかお二人は結構海外慣れてそうな気がしていて実際海外経験ってどんぐらいあった状態でこっち来たのかっていうのちょっと教えてもらっていいですかね。そうですね、自分の場合だと本当に、海外経験は全くなく海外志向があったわけではなかったのですが、AWS の、ポジションには興味があって、そうですね、そのポジションを調べていくうちにクラウドサポートエンジニアっていうのが、見つけて。クラウドサポートエンジニアはその、ダブリンのポジションもあるっていう話は聞いてたんですが、その、実際にその、新卒で行けるっていうことを知らなくて、でその就職のプロセスを進めていくうちで、ダブリンで働けるっていう、選択肢もあったので、そうですね、自分は、海外志向なかったんですが、今しかないと思って欧州で働けるチャンスは今しかないと思い、今回は、選択させていただきました。じゃあもうかなり、勢いというか、そうですね勢いでもともと若いうちに選択していこうという、若いうちにその海外で働こうという感じで選択しました。ああ、そうなんですね。ちなみに AWS 自体はご存知で使ってたんですね、その時は。そうですね、使っていたわけではないんですが、その名前だけ知っていて、そういうそのクラウドサービスがあるという存在だけは知っていましたね。あ、そうなんですね。なるほど。さきさんの方はどういう感じでこちらいらっしゃったんですか。私の場合はですね、幼い頃に2年間イギリスのロンドンに住んでたことがあります。絶対慣れてる感じがありますね。本当に5歳とか6歳の時の話なので記憶にあまりなくて、でいつかきちんと大人になってから海外に住んで働いてみたいって思いはあったので、このクラウドサポートエンジニアにダブリンのポジションがあるっていうのを知って、新卒で行くっていうのはちょっと迷ったところもあるんですけれど、りょうさんと同じようにかなり勢いというかチャレンジ精神で、応募しました。なるほど。こちらにいらっしゃる時、なんか家族の反応みたいなってどんな感じだったんですか。そうですね、かなり驚いていましたね。自分は先ほど言った通り、その海外志向あったわけじゃなく、そういう海外普通の日本の企業に、就職するともお母さん、お父さん思ってたと思うんですけど、急にダブリンに行くっていう、ことを相談したんでかなり驚いていましたね。でも応援してくださったので。あ、いいですね。そうですよね、アイルランドどこみたいな。そうですね、そこから始まりますよね。海外行くより、そうですね、アイルランド。そうなんですよね。なるほど。でちょっと見てる人も気になるかもってるかもしれないんですけど、まあ、アイルランドのダブリンという場所で、まあ、AWS の技術サポートの人が、まあ、日本人の人がわざわざなんでここで働いてるのって思う人もいると思うんですよね。でちょっとそこら辺ちょっと説明した方がいいかなと思っていて、そうですね、どんなことを知ってますか普段。そうですね、まあ、基本的には日本拠点で働いている方と一緒なんですけど、具体的に違うことは日本時間の、深夜帯の、サポートを我々はしていて、まあ、そうですね、アイルランドはヨーロッパ圏にあるので日本との時差があり、うん、そうですね、日本の深夜時間帯だと、アイルランドだとビジネス時間になるので、日本の深夜帯の時間のサポートを、アイルランドでしています。まあ、そうですね、特になんか深夜帯のサポートってことから緊急度の高いお問い合わせが多く、まあ、システムが停止しまった、システムが接続できないといったことのお問い合わせを、緊急で対応するのが我々の主な仕事と言えるかもしれません。なるほど、確かに、そうですね、我々さっき冒頭で言ったように Amazon Web Services EMEA サールという現地法人ですけど、まあ、EMEA、それが、ヨーロッパ、ミドリーイースト、アフリカの略なんですよね、EMEA で。なんで、タイムゾーン的にはかなり日本の深夜帯も、日本の夕方ぐらいがこっちの朝みたいな状況、はい、なんで、まあ、我々がそうです、我々は朝、まあ、例えばこっちで12時とかだと、日本だと本当に8時とか夜8時とかなんで、まあ、そこで日本の拠点の人とコミュニケーションして、でまあ、確かにちょっと、なんでしょうね、ちょっとこれ深夜帯もこう続けた方がいい調査とかあったら、じゃあ我々がやっておきますということは確かにありますね。なんでそういう意味だと、あとは逆に、北米のタイムゾーンともこっちかぶってるんですよね。だからかなり他のチームとの連携も結構活発だと思うんですけど、どうですか、もうすでに1年半くらい働かれてだいぶ他のチームとの連携みたいなところも。そうですね、1年半働いている中で、やはり複雑な問題とかが発生した時は、やはり実際の海外の北米で働いているサービスチームのエキスパートだったりが北米にいらっしゃるので、北米の方のエンジニアとの英語でのコミュニケーションを取ったりということもよくダブリンに行っています。そうですね、まあ他のだいぶアイルランド自体は公用語が英語っていうのもあって、まあ、こっちの人は当然英語で、コミュニケーション仕事をしますし、ですから業務でさきさんの方がまだ半年ですけれども、かなり業務とか私生活でも英語ってかなり使うんですか。そうですね、使う機会多いと思います。業務で言いますと、英語のドキュメントを読んだりする機会もありますし、簡単な読み書きとかは英語で行う機会もあるかと思います。またオフィスにいる日本以外の国の方とスモールトークしたりとか、あと、まあ、技術的にわからないことを聞いたりするときに英会話使ったりします。まあ、生活面で言いますと、海外の方とシェアハウスを今しているので、コミュニケーションを取る機会は多いかなと思います。やっぱり結構海外慣れしてそうな感じですよね。幼い頃から。私英語は本当に喋れるわけではないんですけど、アイルランドのダブリンの方、皆さん優しいので、かなり根気よく私の英語を聞いてくださったりしてますね。確かにだいぶ、まあ、英語ネイティブじゃない人慣れしてる感じがするというか、移民慣れしてるっていう、まあ、国の雰囲気もあるかなっていうのはすごい感じますね。なるほど。どうですか、まあ、英語とはちょっと離れて、まあ、私生活のところなんですけど、どうですか、もうこっちの生活ってだいぶ慣れてきました。そうですね、ダブリンの生活には、まあ、1年半住んでて慣れてきていて、まあ、そうですね、基本的に、週末とかも他の、ダブリンの友達とかだったりと、まあ、旅行に行ったりとかっていう感じでなかなか楽しくダブリン生活を送れています。なるほど、いいですね、楽しそうですね、なかなかまあそれこそ自分もシェアハウスとかで、まあ、移民の方と、移民っていうか、まあ、アイリッシュじゃない、アイルランドの人じゃないまあ、日本だったり他のスペインだったりとかっていう人と住んでるので、なかなかこのコミュニケーション、新たなコミュニティができているので、なかなか楽しくやれてます。そうですね、確かに社内とかのコミュニティ活動が活発ですし、まあ、特にこのダブリンって非常に、まあ、今世界的にもかなり IT 産業としては注目されている拠点で、まあ、そうですね、AWS も非常に多くの人が働いていて、まあ、さっきサービスチームのそのプロダクトの開発チームって話もあったと思うんですけど、まあ、ダブリンも当然そういうポジションもあるってこともあって、まあ、それ他のチームの人、私自身も結構交流があったりとか、まあ、週末にちょっと遊び行こうかみたいな話になったりとか、まあ、かなりその IT 技術者としては非常に面白いキャリアが歩めてるなっていう感じがする。まあ、お二人は新卒で入られたんですけど、私中途で入ったっていう立場なんですけど、やっぱ中途のもうある程度 IT 技術にお仕事とした人が来たとしても非常にこうエキサイティングな生活ができてるなっていうのが非常に強く。どうですか、まあ、さっき私生活だいぶこう楽しまれてるっていうお話もあったんですけれども、まあ、アイルランドの魅力としては非常にこうヨーロッパにあるっていうことで、まあ、いろんな国に旅行に行けるっていうのはすごい楽しいよねって思うんですけど、お二人はもう旅行結構行かれたりするんですか？そうですね、自分はかなり頻繁に旅行にさせていただいていて特にそのアイルランドではその飛行機がかなり安く数千円から1万円程度で他の国に旅行行けるんで、それをふんだんに利用して頻繁に行かせていただいてますね特にその最近行った国で良かったのは、まあ、アイスランドに行ってみて、アイスランドでそのオーロラを見れたのがなかなかいい経験だったなと思います。またそうですね、あと東ヨーロッパの諸国、まあ、アルバニアとかだったり、マケドニアとかいった、自分にとって馴染みの薄かった馴染みの薄い国に、今後行く予定あるので、こちらも楽しみに過ごしています。なるほど、いろいろ、ね、いろんな国にチャレンジしてます。そうですね、私全然行ったことない。ぜひ今度そうですね、はい、行ってみた感想を教えてください。はい。さきさんはどうですか？私も海外旅行好きなので結構行くんですけど、量産ほどではないですが、まあ月に1回くらいは旅行に行ってます。私すごいドイツがすごく好きで、ダブリンに住んでから半年の間に2回ドイツに行きましたドイツといってもでかいですからね、もう行くところは、はい、いろんな都市に行ってますね、はい、いいですね。確かになかなかアジアの方から直接行くというより、やっぱり同じヨーロッパの方がまあ短時間で行けますし、いろんな一つ国にいろんな都市にチャレンジできるっていうのも非常にいいですよね。私ももうイタリア好きで2回ぐらい行ってて、うん、もうつい明日からそうなんですよね、はい、明日からまたローマに行きますしばらくなのでお休みをいただきます、はい、そうですね。じゃあまあここまでのお話でだいぶこう、まあ楽しそうだなっていう雰囲気も伝わったかなとは思うんですけど、まあ、とはいえちょっと日本から離れてこちらに移住して暮らすっていうのは敷居ちょっとなんか思い切り必要だなって、なかなか踏み込めない人もいると思うんですよね。どうですか、実際にこっち移住する時にってだいぶ頑張られましたか？そうですね、移住の前は本当に不安ここから日本からダブリンに行くんだっていう気持ちでいっぱいあったんですけど、実際にその入社前に、会社のサポートがありましたので、いろいろやり取りさせていただいて、そうですね、そこのやり取りさせていろいろサポートしてくださったので、特に不安もなく大きなトラブルはなく、いろいろ移住を進めることができました。またそうですね、家探しもなかなか苦労するかなとも思ったんですけど、いろんな人に助けてもらって特に問題なく家も見つかり、なんか楽しくやれています。なるほどいいですね。そうですね、日本人メンバーもいるので、だいぶこちらに移住するときにはすぐヘルプが頼めるっていう体制にもなっていますし、あとそうですね、いろいろこうナレッジは貯めているので、そうですね私自身もこちらに来たのは5年前になって、すごい不安だったんですけれども、当時、まあ、住んでいらっしゃった先輩とかに助けていただいて、特にこう大きなトラブルなく移住進めることができたかなと思います。はい、技術サポートでは他の業務内容について説明した動画も上げておりますのでぜひそちらも興味あればご覧くださいということですねはい、では、そんな感じで私たちクラウドサポートエンジニアの、まあ、お仕事の内容とかと生活の様子をインタビューする形でざっくばらんにお伝えさせていただきました。まあ、この動画参考になれば非常に嬉しく思います。では、はい、皆さんのご応募お待ちしています。お待ちしてます。